次のパズルはコミカルな形をしたフラグ。解ける過程がシステマティックなところから学者に人気の高いパズルである。難しくはないです。ただ途中の外していく工程の動きが非常に巧妙に作られてまして、なかなか可愛らしい、僕が一番好きなパズルのうちの一つですけど、動きが非常に面白い。読めますよ、だけ誰でも解けます。これは可愛いパズルで、僕ポケットに入れるのに一番これ出っ張らないので、いつもこれをポケットに入れて歩いてます。